お待ちしておりました。あ、これは早くも見事な一品との出会いが。これが噴水、命の源たる水をもてあそぶ罪深きアート。その魔性ゆえに効果を投げ入れた者の願いを叶えてしまうものまであるとか。これは試さないわけにはまいりません。不肖このエリザベス、こんなこともあろうかと効果を少々持ってまいりました。500円硬貨にしまして2000枚、締めて100万円からスタートでございます。あ、投げ入れることばかりに夢中で肝心の願いを考えておりませんでした。これではいけませんね。熟考の上、また近いうちに訪れることにいたしましょう。おや、こちらは何の施設でしょうか。中に険しいお顔立ちの御仁がいらっしゃいますが、こちらに貼ってある顔写真は指名手配報奨金。これは私の討伐依頼と同様のものと考えてよろしいのでしょうか。討伐の証はどのように確認を。同じということは体の破片を持参せよと。興味はつきません。こちらの建物はまさか、ここはクラブ。内なるパトスのままに踊る、そんな日常では許されぬ欲求を解放する光と音の地下庭。あ、そんな、今は閉まっているのですか。残念でございます。ぜひ私もと思っておりましたの、ね。イエーイ。ふう、幾分気が収まりました。それにしてもどの場所も大変興味深く目移りをしてしまいます。よろしければあなたのおすすめを教えていただけませんか。カラオケ、それはまさか私の秘密のレパートリー。ついにお披露目の時が訪れたようですね。下部音曲の本職の歌い手にワンボタンで挑戦できるという、あの。あ、失礼、少々お待ちいただけますか。こちらにも噴水があったのですね。さらにあちらにも噴水が。なるほど、この場所の噴水の主は三位一体ということなのですね。お待たせいたしました。それでは参りましょう。では参りましょう。我が主を称える歌、ぜひご一緒に。ラーラーラ。おや、ご存じない。本日は数々の貴重な体験をさせていただきました。依頼の方は十二分に達成でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。私からのお願いです。成果のご報告を。残念です。
素晴らしい。ごきげん。お待ちしております。お待ちしておりました。ふう、行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられる試練。よい子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。おや、よい子の皆様が危険とのことです。我々も注意してまいりましょう。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度なトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございますね。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いをかみしめつつ、それでは参りましょう。これは、このかぐわしい香りは、まさか。はあ、驚いたわ。この具の秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、だてにおもろい格好したらな。ま、たこ焼き屋はたこ以外焼いたらあかんなんて法律あらへん。で、チートこうたってや、ほっぺた落っこちてまうで。ほっぺたが落ちる量、現実には非常事態のような気もいたしますが、ぜひとも体験してみたく存じます。ですがあいにく持ち合わせはこちらだけ。これでどうにかお売りいただけるでしょうか。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございません。おそらく市井の者にはやすやすと手出しできない価格。あ、よく見ましたらワンパック400円。それでは2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなくあれ。よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。いいえ、特には何も。ですが私、食べてみたいものは他にもまだまだございます。考えてみれば、それらを食し終えるまでほっぺたを失うわけにはまいりません。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材からまいりましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。ふう、なるほど。なんとまあ、これは待った。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。どうかなさいましたか。
思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。依頼を受けていただけますか。素晴らしい。素晴らしい。ふふ。お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、神社ですね。確かに茶道などとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。ひとまず納め終えました。これで日頃はこちらの住人でない私にもご利益が訪れますでしょうか。考えてみるとこの賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命について様々に書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確かこちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。まことの神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならない。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。なかなかでございました。他の遊具もぜひ遊び方など教えていただきたく存じます。ではこちらのジャングルジムから順番にお願いいたします。出られません。これはバランスがなんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれまずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。では
そろそろお開きといたしましょう。ですが、その前に滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。イエーイ。私からのお願いです。素晴らしい。そういえば、それでごきげんよう。お待ちしておりました。ここがあなたの学び屋、月光館学園ですね。この明るく美しい場所がタルタロスに変じるとは、私驚きを隠せません。これは困りました。皆様ご提携の服をお召しの様子、私はいささか目立つようでございますね。何事もなければよいのですが。かしこまりました。では私も私なりに目立たない工夫をさせていただきます。うん、こうして背中に隠れていればおおむね安心でございますね。では校舎の中に向かいましょう。これは驚きです。学校にもこのような販売施設が。少々お待ちいただけますか。私前々から気になっておりましたものが。失礼いたします。給食を売っていただきたいのですが。はい。扱っておられないのですか。なんとも残念。学び屋でのみ口にすることが許されるという給食、私も味わってみたかったのですが。では代わりにパンをいただきたいと存じます。パンも昼食時の醍醐味と聞きましたので。念願かなったところで次へと参りましょう。これからの順路ですが、まずはあなたの教室を覗いてみたく存じます。ここが教室。わずかこれだけの広さの中に机の数だけの人数が共生するとは。え？違いますね。他者と調和する力を育むため、わざとこのように奥深い配慮を感じます。この監視用の物見台が俗に申します教壇でございますね。確かにここに立つと思わず教鞭を取りたい誘惑に駆られます。第一問、ダイエットフードとダイエットフード会、美味しいのはどちらでしょう。正解でございます。見事正解を選ばれたあなたには景品のダイエットフード会を進呈いたします。授業とはおおむねこのような形でよろしいのでしょうか。そろそろ後期の目線が気になってまいりましたので、ここへ移動しましょう。人間型の石膏像が中身が出てこないよう石膏で固めているのでしょうか。少々窮屈に思いますが。ピアノでしたら多少は覚えがございます。ベルベットの歌、
ご存知ですね。ベル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 ベット我が主長い花。はい、ご一緒に。本日は体験入学をさせていただき、より一層世界、よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。実は私、なぜことさらにここを訪れたいと思ったのか自分でもよくわからなくて、ですがあなたに身を寄せて歩いている間、私なんというかとても充実しておりました。もしかすると私はあなたのことをよく知りたいのかもしれません。一体どうして？ともあれ、この原因を究明するまでは退屈せずに済みそうかと。では戻るといたしましょう。お疲れ様でございました。私からのお願いです。素晴らしい。いいえ、次回のお楽しみでございます。ごきげん。お待ちしております。お待ちしておりました。ここがあなたの住んでいる学生寮ですね。うん、ここがあなたの部屋。見慣れないものに囲まれておりますね。うん、ところで、あなたの部屋に出かけたいという私の依頼についてですが、そのご不審に思われませんでしたか？そうでしたか。実は私、折り入ってお話ししたいことが。こちらの世界を探訪して私は多くのものに触れました。何もかもが忘れられない思い出、きらめく宝珠のようでございます。にぎわう街並みを歩いたり、食を楽しんだり、神社で無邪気に過ごして、あなたの学校にも行って、そして私気がついたのでございます。私は無意識に依頼の回を追うごとに、よりあなたに近しい場所を指定しておりました。ですから本日はこちらの世界で最も深くあなたを知りうる場所、あなたの部屋に出かけたいと依頼させていただいた次第でございます。失礼いたします。覚えておいででしょうか。以前学校を案内していただいた日、あなたに触れた私が充実を感じると申し上げたこと、私にとってああいった心境の変化は初めてのことでございました。どうして私は充実を感じたのか、私こちらを訪れてようやくその疑問の答えにたどり着きました。答えは実感だと存じます。ベルベットルームの住人である者が心待ちにするのは客人、その訪れだけが外界との接点であり、私どもに意義を与える。こうしてあなたに触れることで私はそれを得るのでございます。いっそありていに申し上げます。私
世間知らずゆえにいろいろと頓拒なこともあったかとは存じますが、さすがに私でも殿方の資質に上がり込む意味くらいは存じております。もしあなたさえよろしければお手引きをいただきたいのです。ありがとうございます。初めてこちらの世界に来た頃とはまるで別人になった自分がいる気がいたします。これ以上こちらに留まっては己の本来の役割を忘れてしまいそうですが、それはあなたにとっても不利益ですから、こちらの世界を巡り歩くのはこれを最後にさせていただきたいと存じます。私の好奇心に最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。本当に。それでは名残惜しいですが参りましょう。依頼を受けていただけますか。成果のご報告を。楽しみにしております。ええ、感謝いたします。